こうして浴衣で歩いてるとお忍びデートみたい。たまにはおしとやかにね。花言葉は大切な思い出。はい、みのりですけれども、うん、ちょっとですね、新しいタイプの、スキルでございます。こちら EX スキル、なんですけれども、はい、消費 SP 自体はゼロとなっておりまして、オーバードライブゲージを、50% 消費して発動させます。新しい、はい、でこちら効果はですね、味方全体のクリティカル率を上げ、クリティカルダメージを大きく上げる。でこれですね、50% 消費するんですけど、 50% 以上必要というわけではなくて、オーバードライブゲージが0以上で使用可能なので。じゃあマイナス、うん、初ですね、うん、オーバードライブゲージがマイナスになるのは初ですね、うん、そうですね、本当にマイナス状態になりまして、でまたそこから普通に貯めていただくと0に戻るというか、それ以上になるんですけれども、はいはいはい、なのでもう本当に開幕と同時にというか、すぐに使おうと思えば使えてですね。なるほど、面白い。その後またオーバードライブゲージ戻していただけると、また使えますと。なるほどなるほど。で、そうするとですね、基本的にはオーバードライブゲージで発動するので SP は溜まっていくんですよね。確かに、はい、というのもあるので、この3つ目のスキルのつなぐ指先だと、SP6 消費して、地震以外の味方単体にの SP を6上昇すると、あったりするので、まあ無駄なく活用いただけるかなと。そうですね、6消費して6違う子に渡すっていう、うん、はい、おお、面白い、はい、このですね EX スキルとかはちょっと初めてな感じなので、この後実機プレイで、はい、お見せできればと。楽しみです。見たいですね、はい、こちらですね、はい、おー、いいですね、はい、あら、戦っていきます。おしまや、もうですね、1ターン目からEX スキル使います。あ、そっか、すぐ使えるんだ、はい、もう0パー以上で使えるので、オーバードライブゲージちょっと 見たいね、どうなるかね、右上注目です、はい、見ましょう、はい、改めてですけど、オーバードライブゲージを 50% 消費して味方全体のクリティカル率を上げ、クリティカルダメージを大きく上げる、オーバードライブゲージ0以上で使用可能ですので、使用していきます。こちらでターンを、開始していきます。たまにはかわいい。お手大切な自慢だ。ありがとう。おお、右上。ここ可愛い。あ、右上。はい。そして気づけばこの、はい、とても赤いオーバードライブゲージが。まがまがしいですね。ね、で、ターン2ターン目ですけれども、イスズクスに攻撃しまして、でこちらですね、実りですね、つなぐ指先 SP がもう6以上あるので。うん、これをですね、誰かに付与していきましょう。誰がいいかな。で、今回はですね、これを、四つ葉ですね、はい、四つ葉にやるとですね、次のターンでポッピングバブル使えるようになりますので、はい、やっていければと思っています。いや、強いですね、はい、こちらも。右上注目です。あ、借金返済、いつものいつものやつ。よかったよかった、はい、戻ったぞ、うん、そうですね、これで、はい、元に戻りまして、で、こちら EX スキルまた使えますので、やってもう一回ですね、味方全体のクリティカル率を上げて、クリティカルダメージを大きく上げましょう。で、ニーナの、EX スキルを使っていきます。これは光属性ですけれども、自身の光クリティカルダメージを上げ、敵全体に攻撃をします。これで決めていきます、はい、はい、見ていきましょう。種も引かせます。あれかもね、かわいい、かわいい。バリの毒、たまにはハトもいたね、うん、マジックするんだね。ねえ、最後の表情かわいすぎる。みやびやかに。いや、これも好き。ちりもみじ。いいね、もみじだ。もみじシリーズだ、やっぱり。おー、いやー、